フランシスコ・ハビエル・フェルナンデスは、スペインの陸上競技選手。競歩を専門とする選手で、2004年、アテネオリンピックの銀メダリストである、アンダルシア州グラナダ・県グアディクス出身。コーチは、ロベルト・コジェニオフスキ。フェルナンデスは、1996年の、世界ジュニア選手権の1万メートル競歩で優勝。 2年後の1998年ヨーロッパ選手権の 20km 競歩では、銅メダルを獲得。2000年シドニーオリンピックでも 20km 競歩に、出場したが、トップから2分2秒遅れの7位となる。2002年のヨーロッパ選手権では、20km 競歩で1時間18分37秒で2位に1分19秒差を、付け金メダルを獲得。 二大会連続の表彰台となった。2003年のパリの世界選手権では、エクアドルのジェファーソン・ペレスに次いで銀メダルを獲得。2004年アテネオリンピックの 20km 競歩では、1時間19分45秒で優勝した、イタリアのイバノ・ブルグネッティとはわずか5秒届かず、銀メダルとなった。二千五年のヘルシンキの世界選手権でも、二年前の大会と同じく、 エクアドルのペレスについでに大会連続の銀メダルとなった。2006年ヨーロッパ選手権は1時間19分9秒で2位に51秒差をつけに大会連続金メダル。3大会連続の表彰台となった。さらに2007年の大阪の世界選手権でもまたしてもペレスに敗れ、3大会連続の銀メダルとなった。 2008年の北京オリンピックは7位。2009年ベルリン世界陸上では途中棄権となったが、2010年2月、禁止薬物を所持していたとして、国際陸連がフェルナンデスを2年間の資格停止処分とした。国際オリンピック委員会の規定により2012年ロンドンオリンピックに出場できなかった。ありがとうございます。